こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて、今回はですね、魚付きドリルがアイアンでできたんだけれども、長いのになるとどうしても打てないという場合についての説明をしたいと思います。まあ、魚付きドリルでこう手前から向こうにこう、そうするとなぜかちゃんと当たるということなんですけども、クラブの特性上引っ張ってきてクラブが遅れてそれを返すというと、ね、ボールに当たるときではもうオープンかクローズか、奇跡的にスクエアどうしても球がブレると、ね、いう考え方であります、私の場合ね、はい、ですから、手前から向こうだと、手前から向こうというこういう正面を突くような動きだとフェースはまあずっとスクエアに保てるわけですよ。で、まあ短い、クラブだとまあなかなかやりやすいわけですよ、よっとこういうふうに。その時にまあ魚突きをやってもらう時に、まあ右をグッと引くので、まあこういう体のこう動きになるわけです。そうするとこう横の動きがなくなってくるので、フェースがオープンだったりクローズだったりというものがだいぶなくなるのでですね、まあ少しこっちからこう回転を加えてますから、ドライブ回転を加えてますから、ドロー回転になりますけども、まあもう劇的にね、特にスライスがなくなったという人が多いかと思います。じゃあこのままドライバーに行ったら、もしくはちょっと長いクラブに行ったらどうなるかということで、もちろん皆さんチャレンジしていくんですけども、まあ、長くなったらまあ思い通りいかない、まあ、中にはですね、長いクラブの方ができるという人もいるんですけども、まあ、今回は長いクラブになったらうまくいかないという要素をやってみたいと思います。長いクラブになると、どうしてできないか、この短いクラブでこうやるこの動き、ね、これだとまあ短いからまあイメージ湧くんですけど、長くなるとやっぱりプレイヤーというのは、ゴルファーというのはどうしてもこう横から叩かなきゃっていうそのイメージがまあ強いわけですよね。わかります、ボールをこう置いて長いのを持って、ね、ボールとの距離がありますよね。この状態でこう、ね、やっぱこう振りたくなります。でそうするとこうぐーっと引いといて、よし正面だと思うけど、ちょっと横にこうぐっとずれてつこうとしたらここ行っちゃいます。もう一回ここ行ったらもう怖くてここを打ちたくないからこうなります。ああ魚突きってね、アイアンで来たのにドライバーがっていうことになるんですけども、まあいい方法があるかというと、いい方法というよりか、やっぱりクラブが長いからまあ横に行ってしまいやすいということと、まあここのこういうここのこういうふっと腰を落とす、こうです、こうアイアンだとこうできているものが、長いのになると横に打ってしまいやすい、横に振りたく振るイメージがついてしまっているということだけです。ですので思い切ってやってもらうことといえば、まあとにかくもう左足を使わない、絶対に左足絶対使わない、この部分だけです。でジャンプするんじゃなくて腰を落とす、腰を落とす、落とす。でベストは落とした時に、落とした時に手も振っていくんじゃなくてちょっと縮めるぐらいです。ですがまあ落とすということができたら、まあびっくりしてパーンとこう手と伸びてしまうんですけど、それくらいでも当たってくると思います。まずは魚突きをするときにこういうタイミングに行かないようにしてください。必ず落とす方のタイミング、必ず落とす方のタイミング、こういうのは絶対長いの当たらないと思います。という感じですかね。だから長いようになったときにこう巻きついてくることはありません。
力のベクトルは腰を落とす。落としたことによって横ではない。落としたことによって上半身もクラブもぐっと縮まってこっちに行く。結果的にこうやりますから。能動的にこう振った場合は、手首を返した場合はもうこういうふうにします。ですがしっかりつけた場合はこういう感じ。それで今までいいスイングになってきたんですけども、もうどうしてもこういう癖があって悪い時はもう左に曲がってしまっていた五木選手に登場してもらいました。はい、数々の大事な試合の場面で、フックが出て、スコアを叩いてしまった五木選手。さあ、まあちょっとここらでね、もう完璧に、直しましょう、はい、ね。まあちょっとさっきからこう特訓をやっているんですけども、はい、やっぱり長くなるとちょっと引っかかりますよね。そうですね。特にまあさっきだったらクリークが死ぬほど引っかかる、まあ、ユーティリティも引っかかると。でも引っかからないようになんかこう細工していては思い切って攻めれない、まあ、とにかくもう飛距離が今ぐんと伸びてきたんで、もうタイミングが間違うとものすごい曲がる球になってしまうので、ね、じゃあちょっとアイアンから打ってみてください。魚好きですよね。はい、必ず、ね、力はグッとこうしようとしたこの方向、ね、そうそうそう、ここまでは皆さんだいぶできてきてると思います。はい、ボールに対して絶対クラブをこういう風な動き、あるいはこうクッと腰を落とした瞬間にクラブがパッと横の動きはもう横の動きのイメージは持たない。 OK。 そうするとこの魚突き取りの一番大きな目的である、まあボールに対してエネルギーを押していくためのか、あの下半身の動きで地面反力をそのままもらう。地面反力をもらって使うときに横に行ってしまったら体は流れてしまうので、必ずもうそのまま上にグッと来た、それをうまく利用する。じゃあちょっとさっきまで死ぬほどフック打ち倒してたクリーク行きましょうか。はい、ああ、ミスがまっすぐになりました。長いとうまく当たらない要素ってあるとしたら何ですか。皆さんがウェッジ、ショートアイアン、ミドルアイアンまで来てるけど、まあ、ロングアイアンとか、まあ、ショートアイアンまではできてるけど、ミドルアイアンになったらなかなか、まあ、ダフったり、まあ、短ければ短いほど調節する時間はないですよ、うんうんうん、なんかそれが長ければ長いほど、なんかそれをいかにその我慢するかしかないかなと思います。OK です。これまあパッとうまくできるようになったらアイアンと全く同じフィーリングなのか、やっぱり違うのか、どうですか。全く同じです。もう長いのを、もうこれができた時っていうのは長いクラブを持ってるっていう感じはもうない。ないですけど、やっぱりちょっとアイアンの方が多少ちょっとキュッてなっても、このミスは小さいので、ちょっとだけ気をつけてはいます、うん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 、気持ち的にはちょっとこっちの方が大げさにはやってます、うんうん、OK、 じゃあドライブ行きましょう。はい、